ダッシュでございます。どうも、武田でございます。ということで、本日の動画なんですけれども、今シーズン含め、関東選手権でも体調不良で、あんまりうまくいってないよっていうシーズンにはなっているっていうことをお話しさせていただいたんですけれども、今シーズンね、関東選手権前が一番状態が良くて、それはちょっと一つ理由がありまして、以前ね、ランニングスタジアムでウェイトをする動画を皆さんにお届けしたと思うんですけれども、その後ね、ウェイトをしっかり専門の方に教えていただくよって、そういう動画を今度あげますよっていうお話もさせていただいたと思うんですけれども、実際その動画が、完成しました。完成したというのが、動画にも何回か出てくださっているんですけれども、ポール専門でやられていて、選手へのコーチングなどいろいろお仕事されている中田コーチのもとでですね、理論的なトレーニング方法っていうのを学んできました。それが関東選手権前だったんですけれども、その後からね、どんどん状態が良くなってきました。自分の中で、ウェイトを限らず、トレーニングと走りにつなげる、結びつけるっていうところを再確認できたというか、非常にいい時間だったなというところであります。何かのきっかけになればいいかなと思って作成しました。ほとんどは僕の記録用なので、僕が強くなるための動画になってるんで、ご覧いただければなと思います。それでは早速どうぞ。あれは結構ベースで普段からやってる？結構やってますね。8回3セットは、はい、あとこの8回っていうなんか意味はきついギリギリできる、あもういっぱいいっぱいプラス、うん、ある程度スピードこの切り返しができるできるギリギリのラインみたいな。 OK、うん、じゃあちょっと意地悪な質問するかもしれない、はい、じゃあギリギリ切り返せるラインだとするなら、はい、今8回3セットが60キロあれば、はい、10回3セットで55キロじゃダメなの？でも良さそうな気がしますふわっとした曖昧なものをより具体的にアプローチをしてあげれば、それって目標達成に近づくから。ただスプリントとかでもそうじゃない、テンポゾーンにしたって 200m 下げる、はい、多分楽だとは思うんだけど、はい、それが何本もいけば苦しくなってくるなります。じゃあそれって音数をちょっと減らして30秒じゃダメなのって言われたようなのと一緒で、多分どっちでもいいじゃない、うん、ただウェイトに関してはスプリントもそうだけど、本数に意味があったりとかタイム設定に意味があったりするじゃない。基本的にウェイトトレーニングもそれで、筋肥大をさせたいのか筋出力を上げたいのか、スピードをとにかく速くしていきたいのかことでいろいろあるから、それに応じてメニューが組まれてる。竹田君の中でこの8回きついっていうところを、ただ達成感を得るためにやってるのか、筋肥大を目的としてやってるのか、切り返しの速度として目的やってるのかって言ったらどれなのかっていうことを竹田君がまずバチッと決められればいい。うん、スピードの方を達成するのであれば、速度デバイスがあったりするんだけど、速度デバイス、そう、そのシャフトにくくりつけて、そのシャフトが秒速何センチ動いてます、で結構海外ではそういうの取り入れてるみたいで、一緒に座っていい、座っていいよ。なんか今怪我とかはあるの？多分腰椎分離症じゃないかって言われてます。ずっと実は4月ぐらいから引きずってたやつで、やっぱ大事な試合結構あったんで、マスターマイズできた感じだったんですけど、まだ完治はしてないんですけど、だいぶ状態は良くなってきてて、ずっと踏めなかったんですよ。腰がきついのはまだいいんですけど、引っ張られてハムとお尻に力が入んない。あ、そこをずっと騙し騙しやってきたシーズン前半でした。はい、あと腰に出てなったり、腰もそれも疑われてます。はい、 OK。 そしたら右足を右の肘から開く、開く、1、ああ下手すぎやろ2、怒られる、こっちを6、うん、そしたらやばい、オッケー、右足を左足の後ろ、左足を右手首のそばへで、ちょっと浮かせて後ろに引っ張って、左側のケツが伸びれば OK。 めっちゃ伸びます。5、10回いきましょう。6、7、8、9、オッケー、反対、こっちの硬い、はい、硬いです。なるほどね。3、4、5、6、7、8、9、お尻が伸びる感じはある？めっちゃあります。これって手前つまん感じ？こっちはないです。こっちはあんまりないです。もともと硬いですけど、こっちはめっちゃありますね。この腸腰筋の辺ほど、はい、ここちょっと出ますね。いくい、いや、俺も股関節だ全然力入れてないですよね。入れてないよ、俺ほんとマジでこんぐらい押してあげると、あ、めっちゃ痛いです。そうそうそう、ちょっと反対側と比べてみて、反対側多分痛いとは思うんだけど、ちょい痛、ちょい痛だよね。もう、うん、やめてくれるからですね多分そこからもちょっと来てて、インテンジメントが起きてるから、さっきのストレッチの2種目だね、結構もう右側の股関節だけが
ここをお尻もってなったら、ここだろう。なるほど。自分でやってみてもいい。わかりました。股関節が動いてないから、多分その吸収で腰とかいっちゃうと思う。右手を左手の上で後ろに引っ張ってくる。脇の下まで OK。 1、戻して繰り返してくる。2、肩こりの時もやったらいい。へぇ、左足外側、右の脇腹と内転、そうです。2、3、4、5、そっか、やっぱこうやってやった方がいいんですか。その、ね、もちろんそのフライとかそういうのを会社のこと練習前、うん、練習絶対やる。じゃないと自分の状況が分かんないから。ストレッチでそのなんか柔らかくしてくってるのももちろんあると思うけど、そのチェックの意味で、うん、あ、そう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 。遠慮してるね。回転からのこのプッシュだから、肘が伸びるタイミングとお腹が回るタイミングをまず合わせるの。はい。後ろ足に乗ってる体重から前の足に乗せる重心以外の体重があるから、3つの動作がカチッとはまるともっと速度が出る。開く、後ろ足に乗っかる、回す、縮みに行く、回し始める、重心移動、こう張っていくとなると、こういう連動ができてくるわけです。なるほどです。ちょっとそれ意識してもらってみよう。はい。あ、そうそうそう、そういうこと。超いいんだよ。2、3、3、いいんだよ。5、イエー、すごい、この伝わってる感じが。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。めっちゃ気持ちよかったです、今。はい、言ってます、言ってます。はい、感じました。プッシュだ。はい。ケトルベルスイングは、クリーンとかのフォームになっても使うんだけど、スクワットポジションを作って、要は股関節をしっかり後ろに引っ張った状態で、そこから遠心力に対して床を踏んで、ぐんと振っていく。エクササイズ。意識しなきゃいけないのは、すごいな。あ、そうそうそう、股関節のパンっていう進展は、基本的にクリーンでこういう動作につながってくるから、はい、それのドリルみたいなもんでね。あとは16キロの物体が遠心力として向こうに放られてるから、はい、自分はある程度こっちにエネルギーとしてかけとかないと、このまま一緒に持ってかれちゃうから、ちょっと一回やってみようか。結構重いですね。ちょっと待って、ちょっと形だけいいですか。やばい、恥ずかしい。強くなるじゃないですか。めっちゃなるよ。よっしゃ。ぶら下げてるだけで、はい、だから基本的にはこの腕っていうのは振ってるものに対して、うーん、前に放ってるだけで。あ、そう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 、そういうイメージ、そういうイメージ。1、2、3、そう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 、それに対して上半身の手の5、ナイス、6、ナイス、よく抜けた、7、8、前行っちゃったっていうのはすげえいいこと。自分の重心が分かるでしょ。はい、分かります。前行っちゃったってことはきっと何かが抜けて、はい、踏めなくなったってこと。はい、パワーポジションからずらされたってことだから、それも大事。分かってることが大事。そう、分かってることが大事。ケトルベルスイングで床を踏んでいくって話をして、はい、しました、はい、基本的にクリーンも一緒だから、まあ、スクワットも全部そうだけど、うん、床を踏むっていう、はい、足首とひざ関節と股関節のこの、はい、進展で自分がぶっ刺さるようなイメージ、はい、背中がちゃんと作れてないと入ってこないから、はい、うん、肩甲骨しっかり締めて肘を、ね、後ろに回す感覚かな。寄ってきたポジションに対して膝上ぐらいかな、はい、この時にも負けない、はい、作った状態から床に対して、はい、さっきと同じようにガンって踏む動作プラス上半身をしっかり起こしに行って入り込んでいく。おー、こうキャッチをしてしまうと腰で取らざるを得ない。なるほどです。このポジションからしっかりと床に対してぶっ刺してカシッと、うん、膝を畳みに行くというか、これを畳みに行く。なるほどです。そう、こういうイメージ。ああ、
自分が思ってるより前かがみで見えるサイズ。そう、ナイス。床踏んで、床踏んで、床踏み忘れてました。うん、今完全に腕だね。はい、踏んでない踏んでないですか。踏んでない。もっと踏める、もっと踏める、もっと踏める。あ、ナイスナイスナイス。そういうイメージ。速度が上がってくるでしょ。はい、ナイス。多分ハムが張るから、はい、ちょっとあのね、はい、大丈夫です。鼻の方しか出てない。骨盤のね、ね、あ、そう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 、そうすると歯の緊張ちょっと抜ける。抜けます。こっちに取れる。取れます。オッケー。これとこれとこれでいくんだ。ナイスナイス。あ、よかった。これでいいよ。多分スタートの段階でハムのパワーポジション決めすぎなんだよ。あー、エキセントリックがかかるポジションに、はい、ギャッてこれ置きすぎちゃってるから、はい、多分これだとめっちゃ効果的。今めっちゃ効果的。めっちゃ話が分かんない。何なんだろう。え、どっち？え、めっちゃ分かんないです。めっちゃ分かんない。肩はここから。あ、そう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 。そうすると腹に力が入る。はい、こっち入ります。はい、こっちを持って。その腹のまんま、スタートポジションを作って。あ、そういうイメージ。ああ、めっちゃ臭さになります、これ。はっ。いきます。ナイス。あー、ナイス。取りに行ったなぁ。もっと引ける。上半身もっと引ける。おいで、めっちゃ。オッケー。前に行ってるぞ。もっとこっち行っていい。あ、はい、わかりました。斜め後ろに飛び出すようなイメージ。はい、もっと伸び上がってる。胸開かないと。そうそうそう、今なんか。あ、そう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 。ナイス、オッケー。閉じてみよう。ナイス。はい、いいね。一回横腹に刺激を入れよう。はい、片取ってる方に。これを意識しながらビヨーンって伸ばしていって戻ります。そう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 。右足に乗せてみて、ちょっとより伸びてくるから。あ、そう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 。四、スレーバーに五、六、七、八、オーケー。そうやばい、弱い。弱いっすね。潰したら、このボールを潰す。そうすると、勝手にお腹に力が入る。ああ、なるほどです。はい。ここをちゃんと作っていこう。はい。最初は足を動かす、ただ浮くから、はい、手だけ動かしていこうか。はい。手だけでも結構効くから、やっていきましょう。はい。ここをちょっと潰す意識して。そうすると、腹入る力です。です。そのまま、右手万歳。ナイス、戻って。で、この時に脱力できるところがどこだろうかを探す。首なんかはできる。そう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 。さあ、そう、力めばいいって思ったけど、この時に脱力できることを探すのが大事。スイッチ。そう、息吐くと抜けちゃうよ。はい、9、ラスト5。 OK。 うわー、やこれ、ナイス。気持ちいい。ナイス。これやっべー。ナイス。お、いいよ、いいよ。1、2、 OK、ナイス。できないの分かるっていいな。エラーが分かるよね。はい、エラーが起きてるから、例えばさっき言ったけど、その部署が終わって、はい、そういうことで、そこやっぱ強化して叩きになると、はい、なかなかそれって動き改善までつながって、こう臭くなったとか、大西さんによく言うのはフィジカルあってこそのテクニックだったり、そういうことだから、はい、このポジション取れるのって本当にね、はい、引っ張られるんですか。引っ張られるってやつですね。いけたいきます。オッケー、よーい、スタート。お腹つかないと手動機能がつくなるぞ。そうそうそう、セミラックスできるところを探す。あと、いけ、3、2、1、ナイス。うん、いきましょう。よーい、スタート。5秒。おー、いいじゃん、いいじゃん。よし。
ちょっと締まってる感じはあるでしょ。めっちゃ締まってる。めっちゃ締まってるでしょ。その締まってるものに対して足作ってごらん。ここが床だと思って潰してごらん。あ、そうそうそう、そういうイメージ。こっちの張り感っていうのはそんなに強くない。強くないです。こっちでちゃんと取れる。はいはい、なってます。はい、その感覚で床をグッと押せればスタートとかポジション取れてくるから、うん、その感覚をまず作ってからね。はい。とそのエアーに対して多分アップとかでもちょっときついかもしれないけど、はい、タオルなんか引いてる誰かに一発で、はい、25秒とかやってもいいし、はい、結果的に怪我の影響もハムへのダメージが腹とか腰が取ってくれるから、うまいことのシステムを変えた方がいい。そこ含めて今かなりお腹が取れたから、最後までちょっとお尻を使っていこうか。はい、お願いします。上半身がちゃんと取れてるのと、はい、もうスタートの形と一緒だよね。膝が起きちゃったり状態が起きるとこっちの前ももに入ってくるから、はい、股関節をちゃんと畳むとするともすでにここでパワーポジションを感じてるから、あとはこっちの足がどうこうっていうのはこっちの膝を真下へ落とせば勝手についてくる。意識しなきゃいけない。こっちの足じゃなくてこっちの足に体重乗ってたら、あったらこの膝そのまま下、一番起きやすいエアーと膝のぐらつきが出ないから、こっちの足でなんとか畳もうとして膝が前に出ちゃうとか、はい、しゃがもうとした時に上体が起きちゃうとかっていう、はい、こういう形になってこことかに入ってきちゃうから、このポジションを作ってケツ取れたなと思ったらこっちの膝真下へ落とすだけ。はい、この辺ジリジリしてると思うからこの膝真下へ落とす。そうそうそう、踏む1。ああなるほどね。いきましょう。2、目つかない。これ上半身が大事よ。上半身しっかりつくとこない。そう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 。3、上半身つけるとぐらつかないから。4、5、つま先いかない。よし。あ、すごい。4、ナイス。8、9、OK、いいぞ。1、2、もっとかぶせていく体。スタートのポジションと一緒。ここ入ってくるから。3、4、プッシュ、頑張れ、踏んでプッシュプッシュプッシュ、もう一応プッシュ。ナイス。これ何キロですか？5キロ。嘘でもぐらつきがないからいいね。あ、本当ですか。うん、上半身がちゃんと作れてる証拠だ。あ、ここに全体重乗せる感じ。しますよ。1、軽骨で組む。2、軽骨で組む。3、軽骨で組む。5、6、7、8、9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 、
やっぱ何かが分かるっていうのと何かが間違ってるっていうのをこうやっぱ分かるってやっぱ一番大事なことだなって本当に今日改めて感じたんですけども、会員さんはあのなんか募集してる感じですか？あ、もう全然募集してます。そうですよね、僕も今日から会員なんですけどダイエットももちろんそうなんですけど、はいはい、アスリートのマスターズの方も来てくれてる中で、ウェイトトレーニングってやっぱ所詮ウェイトトレーニングだから、やることはアスリート用とかそういうことじゃなくて、ダイエットの人も腰痛とか膝痛の人もマスターズアスリートの人もその人が何を抱えてるかがやっぱり大事で、何を抱えていて何を達成したいかが大事で、そのための手段がただウェイトトレーニングだよっていうことを大事にしてるので、ウェイトトレーニング私にもできるかしらとか僕にもできるかしら、僕には必要ないんじゃないかとか、そういうことじゃなくって何を達成したいかが大事だと思って、その辺を指導できたらいいな。なるほど。体験からある感じ。体験からあります、はい、体験が今キャンペーンを一応やっていて、はい、1時間半8700円のところを3000円で、はい、マジで1時間半とは思いませんでした僕。3時間にいる気分です本当に今精神時の部屋ダイエットの方含め、まあ、僕のチャンネル見てくれてる人はやっぱり陸上に強くなりたいっていう人多いと思いますので、うん、関東中心の方になっちゃうと思いますけれども、強くなりたい方はぜひチェックしてみてください。お願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございます。